ポカポカになってきて眠たいよ、秋あずみです。本当だね、芝生で寝たいです。鈴木えりです。なんかだんだん春になってくる感じしますね。いやもう春になったよ。いやいかがお過ごしですか皆さん。いやポカポカ陽気でございます、ね、花粉の季節でもありますね。辛い、それは辛いですね頑張りましょうね。頑張りましょう。本日は、はい、セカンドショットカタログ2021について語っていきたいと思います。おー、イエーイ。ではもう早く見たいので早速始めていきますよ。はい、せーの、アズイリアール。ではでは、セカンドショットカタログ2021をまず1ページから見ていきたいと思います。まずちょっと分厚くない？いや分厚いんですよ。すごいんだけど、これ過去最大ページらしいですよ。だってもう去年の、うん、こんな分厚くなかったもん。いやそう、さらにね番組も増えましたから。そうだね、よりねボリューミーになりましたけど、これ絶賛発売中でございます。チラチラチラ。じゃあ最初からいっちゃいますか。よし、開くぞ。レッバーン、アズイリアール。アズイリアールトップバッター。トップバッターなんですよ。これはあいうえおちょなのかな。そういうわけじゃないの。そういうわけじゃない。曜日の放送じゃなくて。なるほどね、なんだそういうふうに言ってるんだ、すごい。アズイリアールがこの番組の中で一番最初なんですよ。わあ、なんか嬉しいね。嬉しいですね。嬉しい。恥ずかしい。嬉しい恥ずかしい。嬉しい恥ずかしい。どうですか？しかもその次のページめくったらもうアズミが、アズミの顔ドーンですよ。ドーン。見開きアジュジュが。そう見えます。実はこれ、うん、写真チェックするときに、うん、提出期限私守れなくってそうだったの。でマネージャーさんに、脇さんどうですかって言われて、やばい、できてないです、すいません、大人で選んでもらっていいですかって言って。あ、そうなの。選んでもらったので、どういう写真使われるんだろうと思ったんですがすごくいい写真を選んでいただいて、いやめちゃめちゃ大人が選んだ写真めちゃめちゃいいねありがとうございます。そう、エリさんもね、エリさんっぽい。わあ、カラーとかね、なんかエリさんっぽさがありますよね。なんかこう覗き込む角度とかがあって、なんかカメラマンさんが結構なんかノリノリで指示してくださってそうなんですよそう、もっともっともっとなんか覗き込んで、もっと前に出れるそう、二人で撮るときもっとくっついて、くっついて、くっついてそう、このアゼリアールのリスナーさんからいただいた、あ、お花。そう、お花っていうんだっけ、なんか飾りやつかね。それもね、写真に使っていただき、いただいた時からずっとこのスタジオに飾ってあるやつを、ね、うん、写真に撮らせてもらいました。これはね、歴史も感じるね。うん、嬉しいな。前はあれでしたよね、うん、スタジオじゃなくて、あ、外で、外とバリアと部屋っぽいところを撮らせていただきましたね。そうだ、今回は室内。そう、うん、いい感じに撮れてるんじゃないでしょうか。でも本当今回、うん、前回よりも、うんうん、ちょっと密着が、うん、2人の密着が多かった気がする。あー、撮影の時も。確かに、だって写真だとこの枚数ですけど、実際撮るときはもっと、うん、なんか、あ、ここで、あ、このページかな、この、我々の最後のページ。あ、顔がすごいもう近、くっついてる。そうなんですよ。くっついてる。なんか、白いレースに囲まれたとこに入れられて。そう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 。そう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 。お人形さんみたいな感じで。そう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 。あれもね、いいよね、すごいなんか。いい写真になってます。すごいねえ、まあ、なんかでも去年よりも私はアジュジュとの心の距離が近づいてる気がしてて、はい、私もそれは思ってます。本当だから全然なんか密着するのもそんな恥ずかしくなかった。私逆に恥ずかしいかもしれないです逆に恥ずかしかった。仲いいと逆に恥ずかしい、うん、ああ、そうなんだ。
なんかじゃあ恥ずかしがってんだ、実はちょっと照れちゃってるかもね照れてたんか、可愛いなそれも。あ、でもいいね、今回インタビューも載ってて。そうなんですよ、インタビューも載らせて載っておりますよ、うん、楽しめちゃうぞこれは。そう、もうね、ぜひ隅々まで見ていただきたいんですけど、うん、そんな我々のページだけではなく、なく、もうすごいですよ、数々の番組の女性声優さんが詰まっておりますすごいわよこれは。トライアングルハーモニー、トライセイルさんだ。もうさ、こんなにアップで映ることないよねこんなにアップでね、なんでこんな綺麗なの、映していただいて、わあ、めちゃめちゃ可愛い、可愛い、なんかもうそこにいるみたいね、すごい、吸い込まれる瞳をしている。いや、ほんと隅々まで、しかも衣装もみんな素敵ですね。素敵素敵、うん、個性が出ててね、えちゃんと合ってますよね、この方にはこういう衣装がぴったりだっていうのがイメージ通り。わ、アクティブさん、アクティブさんすごい、あ、ドレス、ドレス、アクティブさんはこれどこで撮ってるの、リムジンじゃないこれ、すごいんだけど、すごいですね、わー、リムジン、あ、ドレスもあるし、すごい、お着物もあるんだ、わー、綺麗、ゴージャス、似合ってる、素敵、うーん、これはなんかもう面白い、すごい豪華ですね、これいいですね、東京タワーありますよ、観覧車もありますよどこで撮ってるの、観覧車ってどこで撮ってるの、すごい、お着物似合う、綺麗ね、綺麗、あ、かりんちゃんも、あ、かりんちゃん来ました、かりんちゃん、キリンちゃんと撮ってるじゃん、あ、かりんとキリンだかけてる絶対、かわいい、かわいい、いや、かりんちゃん、ね、ほんとなんかもう、ほんとお人形さんみたい、そう、お人形さんみたい、ほんと写真映えもすごいうまい、いいな、ね、番組は一人ですけど、うん、とても綺麗に楽しそうに撮っているな、ね、めっちゃ可愛い、全番組の見たいな、 Q&A、 あー、わかる、見たくなっちゃう、わかる、インタビューも4つの質問もね結構多くあるからさ、うん、そうなんですよね、じっくり見れるね、一人ずつ、おー、ミュージックレイン3期生組だ、あ、うん、フレッシュな方々、5名、5名いらっしゃるのね、5名、5名、5名いらっしゃいます、かわいい、かわいい、目大きい、目大きい、顔ちっちゃい、立花さん、目大きいな、目大きいね、くりくりだね、くりくりだよ、笑顔かわいい、かわいい、あ、すごい、インタビューも読み応えがすごいね、インタビューは、あ、ほんとだー、あ、なんか10人に増えたと思ったら55だったあれ55ですよ、乗ってない、もう5人がいたのかと思った、同じ5人だったね、これでね、みんながどんな番組を勧めっていうのをね、うんうんうん、きっとそれぞれ書いてくれてるから、うん、よりわかりやすいですね、中垣あやひさんだ、あー、お綺麗です、めちゃめちゃお綺麗でございます、美しいです、美しいです、あー、でもこの本の前でこう撮られてるっていうのはすごいいいんだね、いい、おしゃれですね、うん、とっても似合っております、合っている、明日も晴れるや、うん、うっ、で、あ、あ、あー、あー、次のページ来た来た、推しだ、推しが出てきたあじゅじゅの推しだ、推しページだ、推しだ、ひとあかり、スマイリーポップ、スマイリーポップ出た、スマイリーポップ、おいおい、なんだよこの顔、かわいいじゃないかなんだよ、あ、このあかりんの2ページ目の3つ写真が並んでる右上のこの写真が私好きだ、いや私もかわいい、かわいい、お膝含めてかわいい、あー、ほんとだ、お膝綺麗、お膝綺麗ね、お膝めっちゃ綺麗なんだよな、あかり、このつけてるネックレス、え、お揃いでくれちゃって、うそー、あかり、これお揃いなの、ネックレス、アジュジュへの指針ってことそういうことええー、
いやーいいな、かわー、まつげまでかわいいよ。ほんとだ、めっちゃ褒めてる、うん、毛先までだって、毛先までかわいい、わーいいな。ただなんかインタビューちょっとクールじゃない、なんかそこなんか開けないかちょっと、ちょっと私たちよりちょっとちょっとクールだね。まあ言うことはない、とりあえず聞けっていうことでしょうね、うん、そういうことだ、そういうことだね、私を知りたいならばとりあえず聞きなさい、聞けと、そういうことだね。この感想の続きは特別編で話していきます。セカンドショットパンフレット、うん、2021バージョンでございました。こんなにじっくり贅沢すぎる、いや贅沢すぎますねこれ、何度見返しても面白いし、こんないっぱい可愛らしい人がいたらね、うん、何回でも見たくなっちゃいますね。ちょっとこれはレアすぎるね、いや本当にもう他の雑誌にはない、そうない感じの表情もあったりね、うん、しますので、ぜひ皆さん発売中ですので、はい、セカンドショットパンフレット2021、うん、どうぞどうぞお手に取ってみてください、見てください、お願いします、お願いします。ということで番組ではメールを募集しております。はーい、メールアドレスはあずえり@セカンドショット .jp、 あずえり@セカンドショット .jp、 普通歌含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして今週分のあずえり R は水曜日24時から、はい、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開、うん、さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやあずえり R 特別編が聞き放題見放題です。皆さん会員登録よろしくお願いします。はい、セカンドショット通販でアズエリアールの各グッズが販売中、番組支援の意味も含めてぜひお願いいたします。はい、ではでは今回はここまでです。はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ、バイバーイ。